ルン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 だったが、スポンサーとなった台湾の歌手、ソサトシリンによってルンルンと命名された。2006年9月6日午後4時51分、ヤンヤンとの愛の子であるメイランを産み、2007年初頭に公開された。2008年8月30日午後10時10分には2頭目の子となるシーランを産んだ。2010年11月3日午前5時39分に3頭目の 子であるポーを産んだ。2013年7月15日に双子のメイルンとメイファンを産んだ。これまでにルンルンが産んだ子はすべてオスと判定されていた。しかし、同年12月にシーランとポーを生徒に戻すための予備調査の過程でポーの性別判定が誤っていた可能性が示され、動物園では何東かのパンダに対して DNA 検査を実施した。 2013年12月13日、アトランタ動物園は、ポー、メイルン、メイファンがメスであったと報告した。2016年9月3日に二組目となる双子を産んだ。最初の子は午前7時20分に、2番目の子は午前8時7分に生まれた。2頭はシールン、ヤールンと命名された。ありがとうございます。